Hey guys! Boo! Hey now, we have to get fired out! バカ怖いらしい。ブワーッ！ということで今回は、遺品整理というホラーゲームやっていきたいと思います！ストーリーがね、なんか死んだお兄ちゃんの遺品整理をするっていうホラーゲームなんですけど、巷で言うと、めちゃめちゃ怖いらしいです、このゲーム。めっちゃ怖いらしいんで、ちょっとね、気合い入れるためにね、アルコール勝ち込んでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう！引きこもりの兄が死んだ。面白い一発目から。警察からそんな一報を受けたのは、お盆休みの2週間前だった。兄の面倒を見ていた両親が事故死して半年のことだ。兄は自室からゴミが溢れかえる中、ひっそりと息を引き取っていた。死因は栄養不足による衰弱死だ。引きこもり支援職員が兄を発見した時にはもう手遅れだったそうだ。兄は長年、俺は長年兄のことをうとましく感じて、久しく実家に帰っていなかった。しかし警察からの連絡を受け、俺はいろいろ、急いで実家に向かった。数年ぶりに兄と対面し、その変わり果てた姿を見た時、俺は少し後悔した。そして先日お盆休みに入り、俺は今再び実家に向けて車を走らせている。目的は空き家になった実家の清掃と遺品整理だ。もう実家にローンは残っていないが、俺は今更あんな家に住みたいとは思わなかった。だから俺は実家を売りに出すことに決めた。しっかり金儲けしようとしてる。実家は10年ほど前に親が中古で買った物件で、まだ外観は綺麗だ。中さえ綺麗にすれば引き取ってくれるところはあるだろう。最悪もらってくれるなら土地ごとただ同然で売り飛ばしてもいい。ダメだろ、金よこせ私に。もうすぐ国道を抜けて、閑静な住宅街に入る。はぁ、俺は大きくため息をつくとゆっくりブレーキを踏み込む。車は緩やかにスピードを落としていった。なるほどなるほど。遺品整理ね。兄死んだんだ。ブワハハ、面白。さあ始まってまいりました。やっと着いた。あさってにはゴミ収集回収のトラックがやってくる。あさってね。それまでに全部片付けないと。おー、始まってまいりました。次、目の前にあるアイテムを左クリックで取りましょう。オッケー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 。アイテムを所持したままクリックすると対象物のお片付けができます。はい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 。あ、なるほどね。ゴミはゴミ、段ボールは物、バケツは汚れ。オッケーオッケーオッケー。で、C 長押し、ちょよくわかんないけど、あ、ガチモンの遺品整理だ。了解いたしました。これで、まずこれを持つ。どうやってやんだ？これか？あ、これしゃがむ。ん？あ、持てれた！で、どこであれ変えれるんだ？ん？あ、おい！どうやって変えるんだよ、ゴミ袋から！あ、右クリックで変えれるんだ。オーケーオーケーオーケー、遺品整理やっていきましょう。え、あたし動物の森みたいなことしてんじゃん。うわ！めっちゃ綺麗！このお部屋めちゃめちゃ綺麗だ。で、遺品整理だから、これ段ボールとかに詰めるのかな。はい。はい、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 え？違う？どうやってやるんだ、これ。あ、こういう小物からやるのかな、さっき。あ、なんかある、本がある、本。あ、腰が痛い。なんでやねん。あ、わかった。こうしてこうだ。おい、遺品整理のやり方教えて！マジで。どうやってやる？操作説明。分かった分かった、ゴミはゴミだ。もうこういう簡単そうなやつからやっていこう。はい、これどう？できた！できた！ゴミはできた！あ、いけるいけるいける。オッケー、できました。ここは後で片付けよう。だからこういうゴミを回収すればいいのね。 92！ めちゃくちゃあるやん。92もやらないといけない。おいおい、嘘だと言ってくれよ。おい、もういいよ、雑用はやめてくれよ、雑用。これ段ボールじゃない？あ、できた。なんかできるやつできないやつがあるのかな、よくわかんないけど。段ボールは段ボール。ここは後で片付けよう。デカめの家具はあれかな、後で片付けるタイプ。お化粧してんの、お兄ちゃん。お兄ちゃんお化粧してるのかな。お兄ちゃんオカマ系 YouTuber もしかして。私と一緒じゃない。これはゴミだ。あ、でゴミってなったらこれにすればいいのか。この鏡台はどうする。後で片付けよう。オッケー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 。これ椅子は？あー、後で片付けよう。今回は小物をやるって感じ。で、この汚れ？腰が痛い。汚れは、これでいける？あ、いけた！これも、あれかな？ここも黒い。オーケー！
ケーオーケー、やっと理解したわ。こういうところ難しいな。え、これ、吹けれないのかな、まだ。これも。あ、間違えた、大パンしちゃった、うまくいかなくて。どうしよう。このゴミは？え、これ、回収できるやつできるやつの違いがわからない。なんでできんのだ？わからんな。まあ、とりあえずゴミ92個回収する？これ全部ゴミだろ、もう！あ、そうか、家族と暮らしてたのか、これ。お兄ちゃん。多分。お兄ちゃん、家族と暮らしてたんじゃない？これ。だから化粧台とかあるのか、お父さんが使うのかな、多分。オッケー。これ引き出しとかは？結構綺麗になってるけど。救急箱だ。で、これ、掃除できる？あ、できる。できるとことできないとこがあるんだな。まあ、初日だからそんなもんか。この絵は絵。これもゴミ？わかんないわ。これだ。え？壁に引っかかって剥がせれない。何か引っぺがすことができる道具があれば。なるほど。2階もある。でもどうしよう。でもさ、ここの部屋なんかよくできないんだよね、うまく。あ、お風呂場だ！お風呂場汚そうだな。ここ綺麗にしとこう。どうなんだろう。これを92個やれば今日のノルマはクリア。できるとことできないところの違いがようわからん。はい。ほら、これできないんだよ。な、汚くね、風呂場！な、これ黒髪スーパーハイパーあんじゃん。ほんで、風呂の、ここの浴槽だけは超綺麗。鏡がないし、そして。92個はめちゃめちゃ多い。これはゴミだ。あ、まあ、ティッシュはゴミだね、これ。なんかすごい汚ねえな、このティッシュ。あー、ここら辺、あ、歯ブラシ。歯ブラシゴミだよな。うん。お兄ちゃんとお父さんとお母さん住んでたのになんで歯ブラシ2個なんだろう。お兄ちゃん歯磨いてない系 YouTuber かな、もしかして。これ段ボール詰めれるかな。ダメだ。初日やること少なくね？マジで。これは？あ、いけるんだ、それ。あ、これもいける。引き出しちゃうわ。開かない。ここ、掃除できる？ほら、ここは掃除できない。意味わからない。これカーテン。これはまた後で片付けよう。カーテンも後でね。ここは？ここいけそうだけどな。タバコとか。ゴミ？もしかして。ここも触れない。むずい。他あと60個？おい、どこに行けばええねん。ほとんど触ったぞ、2回行くか。2回。このペットボトルとか回収したいんだけどな。できるやつ、できないやつがあるんだよな。こう、卵の殻とか。え、回収できない、ここも。あ、できた。だから、できるとことかあんのかな？ないや。うわ、2階来ただ！お兄ちゃんのバーカ！お兄ちゃんの変態！痴漢バカ！変態！お兄ちゃんの変態！これ、ホラーゲーだよな。なあ。なんで私こんなゴミ収集車しないといけねえんだ。腰が痛い。うるせえよ。働けてめえ。もういいってゴミ収集車ごっこ。ゴミ収集車ごっこ飽きた、私。近づかないといけない。このノートもよくわからんし。これ絶対ヒントになるやつだよね。なんか触れないんだよな。あ？ここは雑巾で拭こう。どこを拭いたい、今。意味がわからんないけど。私ここの白いシミが拭きたかったのに。白色のシミはまだ拭けれないのかな、多分。よし。ここの部屋。俺の部屋だ。今はすっかり物置部屋としてるようだ。なるほど。これあなたのお家ね。これも遺品回収しないといけない？部屋に掃除機、椅子。あ、でも、これだけの家具を全部回収できたら、今回のノルマはクリアできそう。これは雑巾ですか？ドライバーを拾った。ドライバー別に使わないんだよな。なんか、なんだっけな。なんかいるって言われたんだよね。よいしょ。色鉛筆と消しゴムいらねえだろ。ゴミ箱に捨てようぜ。はい、キュッ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 。はい、めちゃめちゃ綺麗になった。これ、あれかな？詰めれるかな、段ボール。あとで片付けよう、オッケー。ここは、このラックみたいなやつ。これも片付けれるね、オッケー。はい、どんどん片付けていくよ。段ボールまみれ。お母さんとお父さん、私の部屋、物置にしがち。これあるあるじゃない？まあ、私んちはしてないけど。あとで片付けよう。後で片付ける用品多くない？え、何もできない。
片付けれるものとできないものの違いがわからん。これはゴミだ。え、ダンボールのゴミ？これはダンボールに詰めよう。いけた。ただ下のダンボールは、なぜか片付けれない。なあ、わからん。92個どこにあんの？あとじゃあ。お兄ちゃんの部屋行く？お兄ちゃん！うわ、肝ネズミいる！持って帰るダンボールに詰めて。兄さんの部屋だ。兄さんはこの部屋でゴミに囲まれた状態で死んでいた。発見が早かったため遺体の腐敗は進んでいなかったらしい。兄さんはこの部屋で一体何を思い、そして死んでいったのか。今となってはもう知りようがない。知ったところで何になんねん。よし、ネズミ持って帰ろうぜ。無理か。ドライバーでとどめさせてあげる、ネズミに。兄さんの部屋何ができんの？これ。これゴミだらけなんだけど。これの、残りのあの、これいけるかな、ノルマ。兄さんの部屋だけで。汚ねえ、マジで。お、待って。怖い写真が落ちてある。怖い写真落ちてある。今回の犯人かな、多分。犯人のせいで兄さんは死んだんだ。お前が犯人だ、毛利蘭。あ、ここは段ボールに詰めれそう。お、ノートパソコンあるやん。これブックオフで売ろうぜ。ハサミ持って帰る系 YouTuber。 鉛筆削りも。え、消しゴムは段ボールで、鉛筆はゴミなの？あ、段ボールなの。何この等身大フィギュア、かっこいい。詰めよう。あ、待って、賞状がある。金賞、ババ栄一くん、あなたの提出した作品が、子供会で最終コンクールにおいて最も優れた作品として認定されたため、これを賞します。すごいじゃん、お兄ちゃん。これはゴミだ。言い過ぎだろ。ゴミじゃねえよ。お兄ちゃんが取った金賞だぞ。なんでゴミ判定するんだ、君は。お、言い過ぎじゃない、ゴミって。ああ、ゴミに捨てちゃった。額縁も、まさかの。まあ、ええか。兄ちゃんの金賞がどうでもええか。兄ちゃん怒るぞ、多分、これ。な、これ。なんか、エチエチのものが書いてあるぞ、これ。ゴミだな、これは。エチエチはゴミだ。パソコンこれ持って帰ろう。ブックオフで売ろう。わ、シコティーある！シコティーがある、めちゃめちゃ！ごっついシコティーだろ、これ。これ、持って帰ろう、ダンボールで。ゴミだったわ。ふう、だいぶ片付いたな。エンターで今日休むことができます。お、素晴らしい。休もう。今日も休みますか。はい。よーし、素晴らしい。よくやった、労働。こうやって時給いくらもらえんだ。うわ、うまそう。野菜炒めに大根スティックに目玉焼きにビール。最高じゃん。晩酌いいね。ご飯も食べてそろそろ寝るか。寝る前にトイレに行っておこう。オーケー、トイレどこだ。うわ、暗いね、この辺。電気つくかな。ん？電球が切れているようだ。なるほど。トイレってどこだ。うわ、雰囲気出るね、雰囲気。ここで寝るの？まさか。トイレどこ？トイレなんかあったっけ、この部屋。栗原さん、これトイレないですよ、多分。あったあったあった、びっくりマークがすごい。すごいびっくりマーク立ってる。よし、ここで。トイレをする、はい。よーし、トイレしよう。どうやってトイレするんだろう。M 字開脚とかするのかな？あ？うんちだった！音がうんち！うんち！長いうんち！ブリブリブリオール！え、長くね、このうんち。便秘だったのかな？びっくりマーク出てるわ。トイレを流す？ケツを拭け！トイレ流す前にケツ拭け！マジで。うわ、こいつ汚ねえ！尻拭いてねえんだけど！ホラーだわ、これは。お尻拭いてないのはホラーすぎる。寝るんだったっけ、確か。うわ、怖い。このホラーゲーム超怖いわ。どうやって寝るよ、これ。ね、寝れねえんだけど。寝させろよ。あ、今日はもう寝る、はい。ちょっとこれ操作性むずいって、マジで。これ操作性超むずいぞ。起きた？やっぱり汚れていたな。でも兄さんの部屋も取り返しがつかないほどではなかった。ネズミの死体やったぞ。これなら素人の俺にもそれなりに綺麗にできそうだ。すごいな。私んちも掃除してくれ。明日、明後日までに全て片付くといいけど。確かに。ゴミ収集車来るんだったっけ、確か。もしもーし。起きてくださーい。
起きちゃった夜だよね、これ多分起きたの。なんこれ、顔だけ回せれるな。何この視点は、 この視点は何いるかこれ。寝たわ。二日目やってまいりました。二日目怖くなるかな。早く始めてもろて。うわ、またノルマ92もある。今日も一日頑張ろう。そろそろここら辺回収したいんだけど、まだできない？これまだできないか。あ、できた。なんかなんかできたんだけど、なんかカチャカチャしてたらできた。あ、ここら辺できるようになってるわ。タバコはタバコ吸うのかな、吸わないのかな。ここは、ここまだ掃除できないかな。いやー、できないか。じゃあ、あとこの椅子、これも持って帰れない、もしかして。まだ持って帰れないか。うんともすんとも言わん、こいつ。これはカーテン後で片付けよう。テレビはテレビ、これも後で片付けよう。ここは拭ける？いや、拭けん。なんで拭けるのこれ。ここは拭ける。ここは拭けた。こっち側は無理か。これテレビ台とか持って帰りたい。後で片付けよう。せっかく拭いたのに。テレビとか見ねえだろ、お前絶対。まあ、ええか。あと94もあるんだよな、これが。大変だぜ、この作業。これは拭ける？拭けない？全然拭け！おい！主人公ちゃんと掃除しろ、マジで！あ、ここは電気つくんだ。もうダメだ。この主人公やる気がねえ、ほんと。後で片付けよう。やれよ、今から！このカゴはカゴ。これいらないだろ、これも絶対。あ、いけるんだ。洗面台はさすがに無理？動物の森だったらすぐいけるんだけどね。これは？バールのようなものがあれば。ドライバーは無理？ドライバー無理か。オッケー。次だ。ここ、掃除できる？昨日はなぜかできなかったんだよな、ここ、掃除。あ、できん！なんで？目の前に汚れがあるのに！なんでできんの？おい、うぜえか、このゲーム。掃除させろ、私に。これは？これ段ボール？後で片付けよう。やばいっちゃむね、これ。これ全然できないっちゃむ。あ、ここ汚い。昨日私がうんちブリブリしたからだ。ふけー！いけた。これもいけた。よし。電話後で片付けよう。この電話を後に片付けよう。これ絶対怖いやつ来るでしょ。これはゴミだ。OK。冷蔵庫とか持って帰れる？電子レンジ？ティファールも持って帰る？クイックルワイパーも持って帰る。よし。冷蔵庫もどうせ無理だろ。だろうな。この汚いところは？これだ。いやー、拭けれないんだよな、このゴミ。うぜえ。このペットボトルも回収できないし。これ、クソゲーだな、これ、マジで。うわ、汚っ！あ、これ、全部段ボールに詰めるんだ。よし、ここ荒稼ぎできるわ、92が。よし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 。汚ねえなにしても、包丁危な！コップ鍋なんかいい、よくわからんやつ、コップよし、ここで荒稼ぎできる、ノルマが。素晴らしい。菜箸すごい気になる。持って帰った。オッケー、綺麗。よし、これはどうせゴミでしょ？よーし。で、あとは、ここ。全部持って帰りたい。これは？食洗機。後で片付けよう。で、ゴミはゴミと。よーし、素晴らしい。あ、これ、あ、なんか綺麗にできそう。できた！よし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 。やばい、掃除ちょっと楽しい。これは？持って帰れる？持って帰れた。で、タンスはどうせ後で片付けよう。よしよしよし。このゴミまだ拾えない？拾えないか。で、ここは綺麗に？できないよね。オッケー。もううんち。ここの椅子とか持って帰れそうだけどね。後で片付けよう。ここは？もう後で片付けようしか言わない、こいつ。持って帰れるんかい、その椅子は。
その椅子は持って帰れるんかい。え、じゃあここの椅子はなんで無理なの。あ、長押しもしかして。長押しでできるかもしれない、もしかしたら。できーん。なんかバグかなんか知らないけど持って帰れないやつがある。後でやればいいのかな。ここはこうマットとか持って帰ろうぜ。これマット、マット、これはゴミな。嘘だろ。持って帰ろうぜ。オッケー。ここだ。ここ洗いたいな私。いいね、洗えた。あ、気持ちいい。めっちゃ洗える。残り40。いや、残りめっちゃある。52個ある。よし、これ持って帰れない。無理か。もうほお兄ちゃんのお家行くしかないな、こうなったら。ほお兄ちゃん、これしゃがまないと無理なのかな、もしかして。これもしゃがむわ。しゃがんでも、あ、いけた。しゃがんだらいける。あ、結構綺麗できるじゃん。あ、いいねいいねいいね。あ、できてきた、できてきた。オッケー、階段ちょっと綺麗になってきたよ。この白色のシミは何。ほお兄ちゃんのデーティー、多分デーティーかな。この柱はなんじゃ。うわ、ゴミまみれだ。最悪。お兄ちゃんちゃんと片付けてほしいな。そりゃお母さんも死んで、あ、でも交通事故つってたな。うわ、結構、かわいそうだな、お兄ちゃん。よし、だんだん綺麗になってきた。カップヌードル。死ぬまで飲むタイプだ、これ。そして炭酸水。よし。めんどくせえ。なんで私こんなことしてるんだろう。ネズミってどうすんのこれ。あ、ゴミ箱に捨てるタイプね。オッケー。これ全部ゴミ？このさ、シコティが気持ち悪すぎる、お兄ちゃんの。お兄ちゃんのシコティ邪魔じゃない、マジで。あとコントローラーはしっかり持って帰りたい。マジ使える。あとノート。拾えた、日記帳。昨日まで拾えなかったのに。一と二を拾った。で、作業中は腰をひかれかかがまないといけないのかな、多分。なんか書いてある。段ボールも捨てた。これは段ボール詰めよう。株式会社、フラットメープ、革命をエンジニア業界に。コムドットのヤマトさんかしら。なんかある。なんとも写真。あ、捨てちゃった、間違えて。お兄ちゃんの大事なやつかもしれないのに。結構置いてあるな。これ椅子邪魔だな。これも邪魔だ。ピアノだ。私趣味ピアノなんですよ、ちなみに。楽譜捨てたのかな、さっき間違えて。捨てちゃった、また。あ、また来た。来た。めんどくせえ、このゴミ集め。まあ、コメントでも見ながらパッパと終わらせていきますか。ハッピージャブジャブ最高、踊りましょう、いつもの笑顔で。私のやつですね。私のやつじゃねえわ。いやー、めんどくせえ。ピアノもまだか。いつも見てます。ありがとうございます。これは？ゲーミングチェアだ。これ持って帰りたい。よいしょ。ゴミまみれだな、にしても。終わった！今日のノルマ90に終わった！誰かいる！待望の新作公開だって、これ。ゴミに捨てていいかな？あ、まだ働けるんだ！あ、92じゃなくて、もうちょっと働けるんだ、これ。これ、お兄ちゃん！服のセンスがジャイアン！お兄ちゃんの服のセンスジャイアンすぎる！ほんで顔は伸びた！すごいな、のび太とジャイアンの合体バージョンみたいな感じ、お兄ちゃん。めちゃめちゃチー牛あと。よし、寝よう。あ、じゃあ今日は休み、これだ。今日はもう休みますか、はい。よーっしゃ。あ、チャーハンだ。チャーハン、チャーハン、ダメだって。いくつだよ。ご飯も食べてそろそろ寝るか。寝る前にトイレに行こう。これルーティーンなのかな、この人の。トイレに行くのは。今日もどでかクソうんちするのかな。今日もクソどでかうんちするのかな。
なんか生えてね、あそこ。いい音色だ。ああ、いい音色だ。いい音色だ。汚え！汚え、マジで！早く流せ！よし、流せれる。おい、汚えよ！排便シーンいらねえよ、マジで！ブリ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 じゃねえよ。畳の布団で寝よう。畳の布団？これ何あと？ヒゲが生えてんだけど、これ。こんなんだったっけ？畳の布団ここだな。ああ、これだ。寝よう。はい、寝ますよ。おい！寝させて！よし、来た。あ、排便シーンもしかしたら驚かしてくるかもね。もしかしたら。兄さんはゴミに囲まれながらこんな風に天井を眺めたまま死んでいたのかな？誰かに見守られることもなく、孤独のままの最後。通りを行き交う人々の声が聞こえても、その誰一人として気づいてはくれない。兄さんは一体どんな気持ちだったんだろう？こいつサイコパスじゃね？普通に。こいつバチクソサイコパスじゃね？ああ、腰が痛い。誰かしょんべんしてない？誰かしょんべんしてる！兄さん！さっきの音はタチションの音だった。これ兄さんいるんじゃない？兄さんの霊だ。お兄ちゃんの霊がいるんだ、これ。お兄ちゃん！タチションすんな、汚ねえな。こっちから掃除してんだよ。今日の夜トラックが来る、それまでに全部片付けないと。お、マジか。91個。これそろそろでかいやつやろうぜ。今日来るんだろ、トラックな。今日トラック来るのに、後で片付けて大丈夫？オッケーオッケー。よしよし、やっとでかいやついけたわ。はい。これも行こう。なんで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 ？後で片付けるの？本当に？本当に後で片付けるの？父の日記がある。ちょっとで見よう。これゴミ？ダンボール？あ、ダンボールだ。タバコは？ゴミなんだ。もったいない。銘柄当てれそう。でも、ワイルド系だな。よし。今回は結構簡単に終わりそう。よいしょ。ここも汚いところ見切るっしょ、もう。もうわかるよ。オッケーできた。素晴らしい。オッケー。91。なんか今日は一つだけ少ない。昨日ちょっとやったからかな。これは後で片付けよう。じゃあ、下の汚れを拭きたいの！もうええや。あとなんかバールがいるんだよね、確か。バールでなんか洗濯機の中ぶち開けれるみたいな話を聞いた。トイレ。やっぱタッションしてるわ、最悪。タッションすんなよ、汚ねえな。オッケー。兄さんがタッションしても僕が拭いてあげるからね、何回も。何度でも、何度でも、何度でも、立ち上がり色を呼ぶよ！これ無理まだ。オッケー。これもまだ無理っしょ、どうせ。これ段ボールいけるんちゃう？いけたわ。よし、素晴らしい。この下のとこもいっちゃいますか。オッケー。いけた。よし、ちょっと楽しくなってきた。ちょっとだけ楽しくなってきました。おい。はい。素晴らしいですわ、ピルス様。あ、待って。ここ、荒稼ぎチャンスだ。来た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 。結構綺麗にこう飾るタイプなんだね、私と違って。よし。あとは、あそこの汚れが取ってあげよう。これはゴミだ。オッケー。さあ、あと、まだまだあんだよな。電話番号を言えば。電話かかってくるでしょ、100%。まあ、とりあえず兄さんの部屋がバチクソに汚いから兄さんの部屋行こう。ここのペットボトル。拾ってあげて。これちょっと汚れてるよね、ここ。ん、違うみたい。兄さんの部屋行くぞ、兄さんの部屋。オッケー。素晴らしい。汚ねんだよ。おい！兄さん！兄さんがいた！
残っててさ、その音色にすごく似ていたんだ、昨日の放尿の音は。素晴らしいお兄ちゃん、愛してる。兄貴も手伝ってくんね、これマジで。こんな音あるわ。またゴミに捨てちゃった。株式会社里見ホワイト、絶対ホワイトじゃねえ、こういうところ。ダンボール、母の置き手紙だ。ちょっとで見てみよう。今のとこ兄ちゃんが引きに行ったってことしか知らないからな。これもかな、やかも持って帰る。これは鉛筆削りいらねえだろ。あと全部、あ、コントローラー、しかもプレステ5だ。プレステ5は熱い。結構ゴミあるなこれ。はいはいはい、残りあと30個くらいか。兄さん、あ、これはどそや、これは何、捨てれるんだして。オッケー。あの顔は誰、女の人、お母さん、ブサイクだな。うわ、汚な。ベッドの下にバールがある。そしてベッドの下よく見たらバールある。手に入れたいな、早く。よーし、これ片付けたら終わり。よーし、よー、素晴らしい、だいぶ片付いた。まずは立とう。うるせえよ。よし、休もう。もう休んじゃいな、ユウ。疲れた、私も、もう。ナポリタンに誰、お前、ポンカンかな。さあ、ご飯も食べてそろそろ寝るか。寝る前にトイレに行っておこう。よし、オッケー。そろそろ怖いやつ来そうだな。トイレをする？はい。さあ、皆さん、ちゃんと聞いてください。自分、主人公のうんちブリブリシーンです。Oh, yes. え？電気ついた。ブリブリがすごい、そして。ずっとブリブリしてる。トイレを流す。あれ、動かない。畳の部屋、あ、オッケーオッケーオッケー。このシミ、増えてるよね。あ、びっくりした。電話だ。めっちゃびっくりした。どこ？あ、こっちか。めっちゃびっくりした。電話の。いや、片付けない。そう、もうそれそれ、もしもし。あー、ババさんですか？こちら、青猫ヤマトのものです。やめてくれよ、盗撮。実は本日そちらに品回収に伺う予定だったトラックにトラブルが起きまして、本日中にお伺いすることができなくなってしまったんですよ。はぁ？どういうことだ？怒りすぎだろ。ですから、到着は早くても明後日となってしまいます。ご不便おかけして申し訳ございません。それでは失礼いたします。電話の音に一番ビビった。おいおい、嘘だろ？トラックの到着は明後日だと？この家に電気が供給されるのは今日までだってのに。まだこの家にいなきゃいけないのか？やばい。二日間真っ暗だ。うわ。これ怖くなるパターンだ。電気の供給が今日までなんだって。うわ。怖いよ、これ多分。これ暗闇超怖いでしょ。寝ろ。え、どうやったら寝るん、これ。OK。さあ、おねんねタイムです。兄さんは多分俺のこと恨んでるんだろうな。なんで？俺がもっと兄さんに気にかけていたら兄さんはきっと今も生きていた。俺のたった一つの血のつながったブラザー。家族がどれだけ貴重な存在か。今さら気づくのではあまりにも遅すぎる。確かにな。寝ちゃった。ああ、腰が痛い。起きた？ブリ？
か言ってる。なんか言ってた。わかんない。ビートボックスの音かな。あー、暗い。めちゃくちゃ暗い。やっと役所の手続きが終わった。すっかり暗くなっているじゃないか。なんでジョジョみたいな言い方になるの。確かトラックは明日の朝来るんだったな。まだ時間はある。それまでにできるだけ片付けておこう。今日は後回しにしていた大きめの家具を片付けよう。来た。よし。F キーを押してヘッドライトをつける。OK。わー、暗いね。めちゃめちゃ暗い。よし、大きめの家具いっちゃおう。先に何かで分解しないと段ボールに入らない。あ、ドライバー？もしかして。ネジが外れた。あ、段ボール詰めれる、これで。なるほどね、OK、OK。で、これもネジで分解すんのか。違う！この先に、先に上を片付けよう。上？あ、この汚れのことか。OK。で、ネジが外れた。おい、こいつ分解のプロフェッショナルだな、マジで。すごいな。一瞬で分解するやん。これは？あー、こいつからか。テレビも分解すんの？ジーマーで？いけたわ。すげえ、こいつ。あー、クリア。いやー、ちょっと暗いな、マジで。このカーテンもいけるっしょ。何かで分解しないと段ボールね。嘘つけ！カーテンもどうやって分解すんねん。ネジが外れた意味がわかんねえよ。オッケー。結構綺麗な部屋だな。あ、ここ汚れがある。見逃さないわよ、私は。素晴らしい。エアコンはこれもいけるっしょ。無理なのね、これ備え付けなのね。他はここ開かないしな。あ、お風呂場。あ、でもあそこバールがいるって言われたんだよな。オッケー。先に分解していこうかな。え？え？なんかどんどんなってない？ほら。どんどんなってる。誰かいるのかな？ワクワクしてきた私！可愛い女の子がいいな。どんどんされてた。ここら辺から怖くなってくる、そろそろ。そうだった、これ怖いホラーゲームだった、私。動物の森してると勘違いしてたわ。ほら。めっちゃどんどん言ってる。え、なんか音でかくなってね。この辺だな。誰かいる？前か。黒色のシミがすごいことになっとる。あ、段ボール詰めれる？ひっついて剥がせない。ひっぺがす道具があれば。バールかな。これも分解しないといけないのか。お、全部なくなった。どういうこと？一体型みたいなやつ。これもなんか足音なくなったな、急に。あれ、足音がなくなった。さっきまでどんどん言ってたのに。悲しいからもっと言ってほしいのにな、私は。どんどん。よし、だいぶ綺麗になってきた。やっぱ大きめの家具があると一気に綺麗になるな。あ、電話は？回収できるんだ。オッケー。冷蔵庫も分解する、まさか。おいおい、ガチか、こいつすげえ。この主人公すげえ、マジで。まさかキッチンも？あ、できないか、さすがに。キッチンはできないか。これいけるっしょ。
これもいける？さすがにこれは無理か。あ、中身になんかあるんじゃない？もしかしたら。ないんかい。これは分解できないみたい。2階行きますか、じゃあ。だんだん怖くなってきたね。やっぱ暗いと雰囲気出ますね。さあ、兄貴のお部屋。これちょっと怖いよ。これピアノとか回収できるもんね、確か。あ、この小物がダメだな、まず。リモコン。これで回収できる？オッケー。で、ダンボール。ダンボールはダンボール？オッケー。で、これはゴミと。いや、結構なんかネジです。外す作業が増えてるから、だいぶ時間かかるな。オッケー。上を片付けよう。めんどくせえ、これ。どれがゴミ？全部ゴミかな、これ。おい、残ってないビール。あ、違うわ。あ、モニターとか持って帰れるの熱っ。おい、シコティがすごい！鼻水かな？とりあえず片付けて。ベッド分解したら兄さんいる。ワンチャンあるな。なんでここに歯ブラシ？ここで歯磨くタイプ？間違えた。結構ゴミあるな、まだ。スイッチかな、これ。スイッチある、スイッチ。うわ、デスクトップ PC もらえるやん。熱っ。モニターももらえる。よし。これ、段ボール。長えよ！兄さんの机、L字デスクかっこいいけど。長い長い、これ、作業が。よし。よし、L字デスク終了。あと、段ボール。キュッキュして。はい、キュッキュ。ゴミ。よし、だいぶ綺麗になったよ。あと、この椅子だね。椅子も分解かな。オッケー。よし。よし、とりあえずキュッキュして、キュッキュして。お兄さん！お前、いいやつなんだよね、マジで。ファッションセンス、ファッションセンスジャイアンだけど。お前、いいやつだな。ダンボールでしょ、これは。まだ状態が良かった、まだ状態が良かった頃の兄の写真だ。この頃は、まだ俺と兄さんが仲良く、よく二人で遊びに行ったもんだ。でも、兄さんが会社を辞めて、家に引きこもるようになってからは、俺は兄さんを毛嫌いするようになってしまった。とてもひどいことをしてしまったし、兄さんが嫌で、早々に家も出た。でも、同じ会社員になって、その辛さを身に染みて理解できた。もう少し優しい言葉をかけてあげることもできたかもしれない。兄さんには、環境の変化に弱かった。あの頃は引っ越しや就職などが重なり気がめいっていたのだろう。あの頃、俺がもう少し兄さんを理解してやれたら、もう少し優しくしていたら、悲しい気持ちになってきた私も。もう今となっては全てが遅すぎる。せめてこの写真だけ大事にしまっておこう。確かにそうだよな。あ、ダンボールなんだ。ちっ、ゴミ箱じゃねえのかよ。よし。あとカップラーメンと、この本もいらないでしょ、これ。事務業務入門ハンドブック。いらない、いらない、これも。よし。あとこれ解体して。OK。汚ねえな、相変わらず兄さん。うわ、汚っ。ちょ、ベッド先やろうかな。ベッド先やるわ。ネジが外れた。もうベッド一瞬で取るな！すごいな。汚ねえな、そして。シコティまみれ。で、あさってに回収業者が来るんでしょ？だから、あと1日で終わるか、これ。
いや、終わるな。ギリギリ終わりそう。で、そういえばさ、全然見てなかったけど、日記があるんでしょ、日記が。ちょ、日記気になるんだよな、私。よし。日記見ていい？ 1,2,3。あ、残りノルマ総合 80% なんだ。兄の日記。うわー、めんどくせ。いいや。いいや、めんどくせ。お兄ちゃんが苦しんでる姿見たくないもん、私。この先、上を片付けよう。上？あ、これか。よし。上？これのことか。え、これ別々なの？これは。あ、ここのカーテンもある。そういえばちょ、カーテンも分解しとこう。おかしいだろ、カーテン分解って。うわぁ、兄ちゃん。ああ、腰が痛い。それどころの話じゃない。ホーリーちゃんがいた。ホーリーちゃん、びっくりした。今のホーリーちゃんめっちゃびっくりしたわ。ん？上？どれ上って。まあ、いや、机は放っておこう。あ、しかも休めれる。もう休む。もうびっくりした。お兄ちゃん2階だよ、ここ。うわ、最高。カップラーメンにビールなんて。ご飯も食べてそろそろ寝るから。さあ来た、寝る前のおトイレタイムでございます。ここ怖いよ、みんな。よし、やってみよう。間違えた。どんな怖いことが起きるか楽しみ。ここのトイレ。どうなる？チカチカしてる。暗くなった。ブリブリ。相変わらずいい。快便すぎる。入ってまーす。入ってるって。ブリブリ聞こえねえのかよ。誰が閉めた？マジで。閉められたよね、今。開いてない。ちょっと閉じ込められたんですけど。え、どうしよう。え、閉じ込められた。あ、助けてよ、ママ。ママ開いた。うわ、これ人の顔じゃない、多分。わかんないけど。もう寝る？そっか、ここきれいにしたんだ。今日はもう寝る。はい。おお、もしかして次の日から怖くなる？兄さん。兄さんが閉めたのか。嫌がらせじゃねえか。遺品整理してあげてんだぞ、こっちとら。ふざけんな、兄さん。あ、うぅ、え、気持ち悪い。誰？え、誰？気持ち悪い、急に。え、誰？こんばんは。え、誰？誰誰誰？急に誰？ごっつ気持ち悪いやつおるんだけど。すね毛ボーボー。腕毛ボーボー。ボボボーボボーボボー。なにこれ、なにこれ。エンジンをかける。あ、ちょ。エンジンかからない。ちょっと待って、あいつ来てる。やばい、来てる。ちょっと待って、エンジンがかからない。ちょっと待ってて、お願い。ちょっと待っててね。ちょっと待っててちょうだい。待ってくれてる。優しいこの子。お前さ、待って、よく
見たら額に QR コードついてない？ねえ、額に QR コードついてない？ねえ、兄さんはどこに消えた？兄さん隣に座ってる？後ろ？どっち？横にはいないでしょ、多分。兄さんは？兄さん、いっせーので、あれ前じゃない？いっせーの、あんまり怖くない、あんまり怖くない、あの電話の音とお兄さんの方がびっくりした。新聞記事5月3日未明、丸々市に住む馬場誠二さんが、あの女にやられたの？嘘だろ。あんな弱そうな女に負けたの？うんちブリブリするからだよ、主人公が。ちょ、トゥルーエンドしたい、全部回収したい。今日のノルマ残り20。もう一回私集めないといけないの、これ。多分。いや、わかんない。あ、だいぶ綺麗にはなっているが。多分だけど、これ家具を全部集めて、あの女の人に会いに行ったら、そこからスタート、だる。来た。大型家具チャンス来た。この大型家具の時に、やりたいこといっぱいあるんだよな。これどんどん言ってる？洗濯機がどんどん言ってる。誰かいんのかな、多分。洗濯機がどんどん言ってるわ。とりあえずバーベル回収しに行こう。バーベルでなんか全て解決できそうな気がする。バーベル。これで、あの、絵と洗濯機が剥がせれる。絵と洗濯機剥がしてみてどうなるかよな。よし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 。まずは、洗濯機から行こうかな。あ、じゃあ逆だ、こっちだ。いや、絵から行こう。え？バーベルでできないの、これ。え、どういうこと？引っぺがす道具があればいいんでしょ？これじゃないの？わかった。洗濯機の中にあるんじゃない？ほら。鉄板用金属ヘラを見つけた。これで剥がすんだ。で、どんどん言ってるの、ここじゃねえ。この隣だ。間取りがおかしいぞ、この物件！この辺からどんどんするもん。いや、わかんないけど。これで剥がされそう。おー。剥がし方の癖がすごい。これは誰？これは、拭き取ればいいのかな？この壁紙なんかおかしい。剥がしてみよう。え？扉が出てきた。嘘だろ。おい、暗証番号ある。私の誕生日、いってらっしゃい。違った、クソ。畜生。ヒントはヒント。ないんだよな。2月14。いや、わからん。クソ、とりあえず、多分、兄貴の部屋掃除してたら、暗証番号がわかるものとかあるかもしれない。これ汚れじゃないんだ。このこたつとか。これ俺は悟空でお前はベジータするんじゃない？このこたつ。いや、何もないか。か、なんかある。日記帳6。これはどうだ？日記帳6。ほら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 ！夜中になると下からどんどんとずっと何かを叩く音が聞こえてくる。1526！ これでしょ、絶対！ 1526！ 見つけてゆこう。よし、これとりあえずぶちかましてみる？ん？
バグった、なんかバグって戻れなくなったんだけど、え、なんで、え、バグったバグった、やばい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 、おいおい、あたしが暗号を解いた瞬間、てめえ、やばいやばいやばい、誰誰誰誰、おい、誰いて、どう、治った、あ、治った、よかった、すごい画面が茶色になったんだけど治りました。なんで画面茶色になった、私なんかすごい画面が茶色になった、どうしよう、前か。ここ。これ私が一番ビビったやつ。なんだっけ、暗証番号打ってみようぜ。暗証番号1526。この家やばくない？秘密の扉あるんだけど。かっこいい。1526。おー！主人公！扉ぶち壊したんだけど。すごくない？セキュリティの扉ぶち壊したんだけど。番号打つ必要あった今。え、めっちゃすごくない？この家。この家すごすぎじゃないか普通に。超広いんだけど。この物件変なんです。うわぁ。何？何？掃除しないと。なんだこの部屋は。まさか、この家にこんな部屋があったなんて。ものすごい殺気と嫌悪感を感じる。掃除しよう。できるんだ。ボケでやろうとしたのにできるんだ。ってことはこれ全部掃除しないといけない、これ。そこまでじゃないんだ。ノートある。真っ赤な日記帳を見つけた。これか。真っ赤な日記帳。もう閉じ込められてからどれくらい経ったの？一生だった。後半もうみんな死んじゃった。ごめんねみんな。ありがとうみんな。おかげで私はもう少し生きられる。私はまだ死ねない。私たちをここに閉じ込めた奴らに同じ思いを味合わせるまで、私たちは絶対にここを出る。ここを出て、あいつらに必ず復讐する。まさかのベトナム人。うん。閉じ込められていたまさかのベトナム人。びっくりだわ。どっから来たっけ私。あ、上から来たのか。前は今日は休む？ずっと鼻歌歌ってるし。うわ、なんか出てきそう。ベトナム人出てきそう。いける？これ。出てきそうじゃない？これ。出てくるに200円。出てこんのんかい。出てくるかと思ったわ。え、じゃあもうちょっと、この辺綺麗にしとく？よし。ここら辺も綺麗にしとったらもう終わりそうだからね。あ、ほんとだ。いけた。よーし、できた。 100%! うわー、私が来たー。もう大丈夫。なぜって、この 100% の私が来たから。もう怖くない。あれ、ベッドは、あ、休むにしないといけないのか。今日はもう休みますか。はい。よーし、来たぜ。俺なら勝てる気がする。ラーメンすすります。ずる、ずる、ずる、ずる。どうも、タスクです。さあ、寝ましょう。で、これ寝てる時に女の人が出てきます、皆さん。こっち側から。もう見とこう、先に。兄さん。あれ？出てこなかったっけ？気持ち悪い！こっちみんな！おパンツ見たくないもん、この人のだけは。この人のおパンツは見たくない。気持ち悪い！ガチコチマリ、こいつが彼女？あ、エンジン、これエンジンかかるんじゃない？ 100% ならエンジンかかるんじゃない？
ないんだよ。なあ、なんでかかってくれないんだよ。待ってください、お願いです。あ、まあ、待ってください、ちょ頑張ってエンジンかけてて、まあ、待ってください。じゃあそんな見ないでくださいよ、エンジンかけてるから待ってください。やばい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 、終わった。え、何も変わらないじゃん。本当に感動の再会、兄貴信じてたよ。俺は住宅街の感性差など気にせず全速力で車を走らせ続けた。5分ほど経ってようやく冷静になり、俺は後ろを振り返る。黒い女はもう追いかけていなかった。呼吸を落ち着けながら混乱した記憶を整理する。あれは兄さんか、兄さんが俺を助けてくれたのか。こんな俺なんかを。ぽつりとフロントガラスに雨粒が落ちる。目の前にぼんやりとした模様が広がった。兄さんは生前何を考えていたのか、なぜ誰にも助けを求めようとしなかったのか、今となってはもうわからない。それにあの黒い女の子とも、一体なぜうちにいたのか、あの血だらけの部屋は何だったのか、何もかもがわからない。わからないことだらけだが、ただ一つ確信したことがある。あの女の人はベトナム人であるということだ。あ、間違えた。やっぱり兄さんは呆れるほど優しかった。兄さんかわいいベトナム人女性マジで兄さんいいやつだな。え、ガチいいやつじゃん。兄さんが助けてくれたこの命、一生懸命生きようと思う。終わりかな。それは奇跡だ。すさにて胸から飛び出す。兄さん強。花開く予感スキープの。女の人ボコボコにしてんじゃん。ラクランネスここで見えてくる。兄さん。それは僕は土足ですよ。おいおい兄さんマジかてめえ。お前強いんか。手を差し伸べてた兄さん、引っ叩いた後手を差し伸べてる女の人に優しい優しい兄さん、兄さんめっちゃ優しい兄さん。幽霊生活楽しんでる、しっかり空中浮遊して楽しんでる兄さん。兄さんめちゃめちゃ幽霊生活楽しんでる兄さん。幽霊とかくれんぼしてる、楽しんでる。本当に彼女だったんだこの人。ほんで黒い女めっちゃ嬉しそう。兄さん組体操をしてる、まさかの女と組体操。おいマジか兄さん、しっかり楽しんでる幽霊生活。兄さん幽霊に追いかけられてる、まさかの。楽しそうで何よりだけども。兄さん、いや何このゲーム、エンディングが神すぎるんだけど。兄さん幽霊と記念撮影してる、まさかの記念撮影、めちゃめちゃ仲良くなってる。幽霊もピースなんてしちゃってね、マジか、めちゃめちゃ仲良くなってる。なんで兄さんポルターガイスト現象に合ってる、焦ってるもんね。幽霊のポルターマジかお前。おい兄さん、兄さん、あの世に行ってる。兄さんあの世に行っちゃってる、マジで。あの黒色の女と行っちゃってるわ。兄さん成仏しちゃった。やばい、神ゲームだった。最初めちゃめちゃ悪口言いながらやってたけど、神ゲームすぎたこれ。はい、ということで今回遺品整理というゲームやってみたんですけど、おい神ゲームやんけ。おい最後の最後が良すぎたわ。兄さんなんやあいつ、ガチ面白い。遺品整理素晴らしかったです。
神ゲームでございました。で、ゆきだーちゃんにね、他にやってほしいホラーゲームとあれば、ツイッター、インスタグラムで募集していますので、よかったら、教えてくれると嬉しいです。それでは次回の、ゆきだーちゃんの神ゲーム実況でお会いいたしましょう。バイビーナーズ。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!